どうも、おかちまちかいとです。今日の岡チャンネル、早速始めたいと思います。岡チャンネルでは、えー、今のところ毎日詩の朗読をしたり、まあ、なんか雑談をしたりみたいな感じのことをしています。今日は、この森山直太朗のアルバム、素敵なサムシングの中から、そしてイニエスタという詩の朗読をします。<coughs> では、 そしてイニエスタロナウジーニョも過ぎ去ってデコもエトーもいなくなりアウベスはギャラで揉めていてプジョルの髪は伸びているバルデスとピケとブスケツが縦のラインで骨となりマスチェラーノはめっけものケイタはまるで日本人イムノが響くカンプの 語らん語らん語らんとイムノが響くカンプのカタラ語らん語らん語らんとそしてイニエスタシャビでもなくてそしてイニエスタメッシュでもないそしてイニエスタ白い小さいマタドールクライフは今も見つめてるフットボールのその先をペップはそれでも悩んでる ライカールとはすねているイムノが響くカンプのカタランカタランアビダルもイムノが響くカンプのカタランカタランカタランとそしてイニエスタビジャでもなくてそしてイニエスタペドロでもないそしてイニエスタシャビでもなくてそしてイニエスタ メッシュでもないそしてイニエスタ白い小さいマタドール白い小さいマタドールはいという詩でした詩でしたってなっちゃった <laughs> イニエスタ <laughs> という詩でしたはいえー これあのバルセロナというサッカーチームの,あ,の、まあ、ある種自分が見ていた時の黄金期の、えー、選手たちの名前でこの種は構成されていますイムノっていうのはバルセロナの、まあ、応援歌みたいな感じかなでこれがねカンプノーっていうそのスタジアムに行くとね「オー,リー,ーチャッチャッチ,ャッ,ーーーチャッチャッ,チャッ でもね「バルサバルサバルサ」ルサっていうのを、まあ、10万人の観客が大合唱するのまあスペイン語だからちょっとあの本当もう今みたいな鼻もげらで追っかけるしかできないんだけどまあそれはそれはすごい光景で、まあ、カタランっていうのはその地域ねバルセロナのある地域で、まあ、スペインの中であのカタランっていうのはすごい独特なあの 立ち位置で、まあ、独立するしないっていまだに争ってるけどだからやっぱそのバルセロナに住む人たちっていうのはそのサッカーを通じてそのスペインの違うチームとかと戦っているっていうことになみなみならぬ、ね、意味合いを持っていてそのカンプノーって、うん、俺はあのー、教会とかねいろんなまあ観光名所でいろんな場所行くけど。<coughs> まあこう体感的にこう神様の存在みたいなのを感じることっていうのはあんまりできないけどこのカンプノーであるまあカンプノーには何度か行ってんだよね何度か行ってそこで試合見ててある試合の時にここでも出てくるよね江藤はこの時代いないのかそうだね江藤もいなくなりデコも江トもいなくなりだからあのこ,このここで言われてるバルセロナの一世代前にエトっていうあの エはカメルーンかなで、ね、の,あのフォワードの選手が、えっと、打ったシュートがさゴールバーにバチンって当たってすごい勢いでバチンって当たって跳ね返された時に本当その10万人の人たちの意識がねうわーって高まってフーってなった時に俺はすごく大いなる存在を感じてで一、まあ、人その瞬間涙をしたことがあったりとかして。 まあ、独特な世界がそこにはありました。イニエスタ。<laughs> そうで,でねそう、この曲あで、なんで今日これ読んだかっていうと、昨日の明け方、まあ、今朝だね、もう今朝方にあクラシコっていうあ、まあ、巨人阪神みたいな、まあ、今じゃ違うのかな。要するに あのラリーガっていうスペインリーグのバルセロナとレアル・マドリッドっていうのはもう常に2強で本当もうこれ世界的に見てもそんなライバルいないんじゃないかっていうぐらいもう何百試合もやってるのに未だにこう一進一退してんの全ての合計をしてもだよ2百0何十何勝対いやそんなないかな1 0何,何十何勝対1何0何勝何十何,何分け何パイみたいのが本当に未だに拮抗してるみたいな。 そうまあ、永遠のライバルチームででそれのその2つのそのレアル対バルサの試合のことを「まあ、エル・クラシコ」っていうんだけどそれがねあの、まあ、だから1年のリーグの中でホームアンダーウェイで2回あるのねでそれの昨日レアルのホームということでまあ明け方まで見てたんだけどそうで、まあ、結局バルセロナは負けてしまってでうん。 もうそうでまあそれはねあのさっき喫茶店でこう詩を書いていてうんどうしようかなとかって思ってで「あ今日そうしてい,いねえ」って思ってその昨日の試合のこととかも思,思い出してという流れで今日読みましたそうあのまあ最近はねこの当時ほどあのバルセロナのサッカーも俺はしっかり追いかけてなくてやっぱりまあ自分自身の なんかそんな成長の具合とかとバッチリはまってたのかなとかまあ純粋にこの時代のバルセロナのサッカーはやっぱりあの極まっていたのかなっていう気もしてそれはちょっと今のバルサのことをあまり深く知らないから強くは語れないんだけどとにかくこの時代のねバルセロナは面白かったなって今も思っていて。でこの曲は ちょっとこう独特な出来方をしたというか、まあ、直太郎とたくさん曲を作ってる中でもすごくメモリアルな背景があって、まあ、その話を少しするとこれね2011年のいわゆる東日本大震災あれの東北のねその大震災があった直後に作ったあの曲でもともと「そしてイニエスタ」っていうフレーズはあったの。 震災 <laughs> であのー、まあこれ不思議なことにサッカー中継見てるでしょで見てるんだけどこういろんなそうパス回しをしてる時にさ大体あのアナウンサーの上等手段の一つにその球をキープしてる選手の名前を説明するっていう上等手段というかまあそれはアナウンスだよね純粋な。えシャビメシビジャとか言ってそのた球の出どころっての が渡った人のところにねで、まあ、その流れの中でイニエスタに弾が降って収まるった時に「そしてイニエスタ」って多くの実況アナウンサーが言うわけでそれがね俺ある時期からすごく気になっててなんだろうこのイニエスタに対し,対しての,あの無意識からくるリスペクトって。 って思っててて思それはね多分彼のプレーそのものと存在感がそういう言葉を呼び込んでるんだなっていう認識があってで多分その当時そのことを意識的に見ていた人っていうのは多分ほぼいないんじゃないかなと思っててただ俺はねそれがすっごい気になっててあもうそしてイニエスタなんだってやっぱ思ってたんだよね。そうでだからそれがねもう一つの詩だなって思って見ていたの。 でまあ、そしてねもうこれは完結してる詩だと思ってでただそれが自分の中でこう何度も何度も醸成していくうちにちょっとこう下心が出てきてでもしかしてこれって歌になるんじゃないかなっていうふうに思い出したの。でだけどそれをあんまりこうなぜ下心って言ったかっていうとあまり追いかけすぎてさあ俺のこの気づきを歌にするぞとかあのそれが戯曲にするぞとかね要するにこう。 パンププアップっていうかトレースするっていうかこうひ広げようとした時にそれが純粋なその私的衝動から来るものであればそれはうまくいくんだけれどやっぱりあの自分の欲がそこに乗っちゃうとやっぱり純度がどんどん落ちていってまあ分かりやすく言うとちょっとお笑いみたいになってしまうっていうかあのあこれはお笑いを悪く言ってるのではなくて面白だね面白になってしまう。 っていう風になると、これって身も蓋もなくてさ。最悪なあの末路だなって俺は思っているのそうでだから。すごくそういう時には慎重になって。だから、あの別に。それが10年経とうが20年経とうが。その時は訪れるかな？ぐらいに思ってて。 でまあ、それはあ,のある種忘れてたんだけどねで、まあ、震災がありましたと3・11ので震災の直後ってちょっと今のコロナの時勢にもちょっとはまるああだから今日読もうと思ったのかなって今思ったぐらいだけどやっぱねその時って本当に直後でもうどのテレビ見てもずっと津波の映像と死者とか行方不明者のアナウンスと。 あのとにかく鎮痛な沈鬱なあのテレビしかやってなかったしあのまあそれはその時の機運だからそれある種仕方ないなと思ってたけどでもどうにかこの閉塞感ってなんとかならないものかなってでもそまあだから今考えるとね3・11の時って今今今日現在のこのコロナの。 状況とか比較にならないくらいいくやっぱり日本は落ち込んでたなってて改めて思うねで特にまあ今は、ね、コロナに関しては世界的にわって広がっているけれどまあもうポイントで日本に襲って悲劇だったからその日本の閉塞感を世界中がうかがっているというような状況だったわけでしょ。でさでねあのまあそんな中でもやっぱり、ね、ワウワウだったんだけど当時俺見てたのは。 ワウワウはある種たくましくそういう報道ではなく、まあ、変わらないプログラムを流していたのねでだからあサッカーやってると思ってあの他のテレビ見てもそんな気持ちが塞ぐばかりだからさワウワつけたらバルサの選手がワーって出てきてでオープニングでね日本頑張れみたいなこうメッセージ入りのシャツを見せてでまあその時は。 確かに日本のこととをあちょっっしくなってたバルセロナの選手たちもスペインの人たちもそして世界中の人たちが今日本を励まそうとしてるんだってそのことは純粋に嬉しいなっていう気持ちになったんだけどさあ試合が始まりました試合が始まった途端にあの思ったことは彼らはいつもと何ら変わらないサッカーをそこで展開していたの。であの どう見てもその作家のプレーしてる時に日本頑張れなんてみじんも思ってないわけ彼らはね。でよし俺がここで得点をすることで日本の人たちを励まそうとかそういうことじゃなくてただただ自分たちが信じた表現というかあの信じて追求してるものを展開していたの。で結局俺はあの100万の「頑張れ」っていう言葉よりも「 その人たちが変わらない姿を見せてくれるっていうことにこんな励まされるんだなと思ってまあ多分涙ながらにその作家を見てたんだよね。で今この状況の中であの自分たちは何ができるのかなってことをやっぱりこう考えさせられてさでまあその中でそうかじゃあやっぱり俺は詩を書かなきゃダメだな。あのうんあの 今まで通り今まで通りやってたことをあの本当に自分の家がね津波で流されたとかだったらそんなことは言ってらんないかもしれないけどただその時はやっぱり目に見えないその閉塞感にただ苛まれていただけだからよしと思って結構気合い入れてねこの、まあ、精神的にね気合い入れて本当ねまあ今でこそあの こうやって語れるようなことだけどやっぱり詩とかさ、まあ、音楽とかってやっぱりそういう時にやっぱ弱いっていうか何の役にも立たないっていう気持ちにさせられるんだよねこれ事実そうだしそうでだけどじゃあ何かいって話であのじゃあそういう状況になったらやめるのっていうことっていうのはやっぱ自分にとってもすごいこうなんか問いかけがあってさ「いやいや俺多分書くよな」 っって思ったんだよねその時そうでだからあのい,いつもと変わらないあの強度でもってこの言葉に向かおうと思って書いたそしてイニエスタっていうこれは歌詞なわけね。でまあ直太郎とはずっと一緒に曲を作ってるからで多分直太郎も似たような気持ちでましてや歌う人だからさ。あの 人前に出てとかねあのよりそこに関してはテンションもかかるだろうしまあその時は曲作りっていう話だったけど俺はこの詩を書いて直太郎に会って、まあ、そんなにその時はね多くを説明しなかった気はするんだよね。あのまあ見ればわかるだろうなと思ってこの,このタイミングに こういういものを渡されたっていうことがどんなな意味合いなのかってことはさすがに、まあ、それを感じられないんだったら多分曲にはならないからねこれって言って渡してあ,あ分かったって言って直太郎がこれを曲にしたっていう、まあ、そんな感じの曲でしたでイニエスタいま <laughs> <そう> <laughs> だにねあ,のことあることにたまに歌ったりとかちょっと、まあ、曲として長いから。 あと単純に意味不明だからそうあんまりこう多くの場所で歌ったりとかはしてないんだけれどここ一番の時にねあの歌ったりしているようなので今日はそしてイニエスタの「読みますた」はい結構話しちゃったなじゃあ今日はこんな感じですえー、か変,わ変わらないっていうね 変わらないっていうことは大事かなっていう,ふうに思いますこういう有事の時にはねとりあえずあのトイレットペーパーだけしっかりか買い込んであの明日に備えましょう嘘 <laughs> よトイレットペーパーあれデマらしいからねはいそれではまた明日おかちまちでしたイニエスタ